哲也アンスレクチャームービー。久しぶりの投稿どうする？やばいですね、照れくさすぎて。本当に卒業式以来ぐらいですね。こんな感じだった。じゃあ、本日のダンスレクチャームービー、今日一日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ご紹介させてください、はい、EXILE 哲也さんです。哲也です。お願いします。そして EXILE の昔ならずジムの皆さんもお願いします。この曲はやっぱり意味があるというか、卒業シーズンに向けてだったりとか、 EXILE の中ではそういう季節的なあの曲になっているので、まあ、今回こういう学校で撮れたっていうのはすごく意味がある映像になったんじゃないかなと思いますし、まあ、実際この曲をレクチャーできるっていうのが、あの僕もすごく嬉しいなと。マグレス。めっちゃかっこいい。超球技とか苦手なタイプなんで。おあれ3回はないね。言ってもね、俺ほんと球技音痴ですから。ふっ、やっぱりか。まあ、実は今撮影しているこの学校は自分が通っていた中学校で、今回この撮影をするにあたって場所はどういうとこがいいかなとか、スタッフさんとかといろいろ話をしていく中で、どうせ学校で撮るなら僕の母校がいいんじゃないかっていうのを言っていただいて実現することができましたけども、もう本当に卒業式以来来てないんじゃないかなぐらい、十数年ぶりに足を踏み入れましたけど、初めはそんなに思い出がすぐは蘇らなかったんですけど、なんか道を踊ってる最中とか言葉を聞いてたり、この曲を聞いてたり、なんかいろいろ踊りの中で蘇ってくる記憶がすごくいっぱいあったなっていうのが、ちょっと今回不思議な感覚でしたね。あー懐かしい。あー懐かしいね、やっぱ思い出してくるね。うわ見覚えある。卒業アルバムでございます。うわ失礼します。うーわーマジかー。うーわうーわ超懐かしい。うーわ俺これだよ。幼なわー懐かしい。徹夜ずダンスレクチャームービーをご覧の皆様、いつも応援ありがとうございます。今回のレクチャーはですね、道という本当に素敵な曲になっています。この曲は卒業式を迎える人だったり、迎えられた人だったり、もう本当に皆様の思い出に浸れるような曲になっていますので、この曲を覚えていただいてダンスをして、そのダンスからも、いい思い出が作れるようなダンスにしていただけたらなと思っています。こんな素敵な場所で撮らせていただいて本当に感謝しているので、
これからも気持ちを込めて踊りたいと思います。本当にありがとうございます。